こんにちは、石川美智香です。今日は私のラブモードっていうことで、ですね、とりあえずこれなんです。これは何かっていうと、じゃーんみたいな、これはですね、うちの旦那 M ちゃんが誕生日の時にサプライズの好きなやつで、それでなんか私こういう玉系のこういうなんかこうでかいアクセサリーが好きなんですよ。これはなんで玉系かっていうと、若い時はまあ細いねネックレスみたいなの、細い鶴のような首に合うんだけど、まあ、ババアになるとやっぱね、あ、華奢なやつって似合わなくなるんだよね。顔がもう悪毒になっちゃうんで、それでウェス・アンダーソン監督のライフ・アクアティックっていうね、私の好きな映画あるんですけど、そこにアンジェリカ・ヒューストンっていう本当最高の女優さんがすごく大きなね、トルコ石のアクセサリーをねやってたのね。かっこいいなとか思って、あ、ババアになったらでかいね、石系のね、そういうごついアクセサリーの方が似合うんだなと思って、こういう玉系をいっぱいあったんで、アクセサリーボックス、ビジューボックスが欲しいなって何気に言ってたら、うちの M ちゃんが誕生日の時サプライズでこれを作ってくれたわけですよ。それで、これがね、私双子いるんですけど、結構こういうわかめちゃんヘアですね、いわゆるね、この我が家ではこれテレビの画面ヘアって言ってた、テレビの画面、そういうねテレビの画面ヘアだったんですね。それで、まあ、この双子の顔を思いっきり作ったわけですよ、この宝石箱。それでね、これはね、今までもらった誕生日のプレゼントの中で一番好きです。これ受けました、もうもらった時何これみたいな、そしたらバーンって、これね、ほんと手作りなんですよ。これね、ほら、ちゃんとこうスポンジになってて、後ろまでファイバーでちゃんとね型抜きして結構手込んでるんですね。でこれがね、これ寝癖です、寝癖入ってます、これね、こういうね。それでここにこういうのをこうやって入れて、こうやって、それでまあ普段使いの石ころ系のこういう玉系のアクセサリーをここに入れて、で出かける時にまあどれにしようかなみたいな、そう、まあ、今日もこれやってるんですけど、こういうでかい系はここに入れます。それで朝ここからこうやってだん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 入ってきますみたいな感じで出かけます。これが私のラブモードです。でこれが私のラブチャイルドです。終わり。ラブモード、ラブラ